H&Amp KG3H&KG3 はドイツの銃器メーカー H&K 社によって開発され1964年から1996年までドイツ連邦軍に正式採用されていた自動小銃である G3 とはドイツ語でゴベヤ3ドライ3号小銃の位アサルトライフルに分類される 自動化器で標準モデルの使用弾は 7.62X51mm ナト弾、装弾数は20発。性能や実績への評価は高く、傑作ライフルと評されるほか、世代の近い AK-47M16 フェールと合わせて4大アサルトライフルと呼ばれることもある。なお、ドイツのほか、ポルトガル、ギリシャ、デンマーク、ノルウェー、トルコや中東、 アフリカ諸国など40カ国以上で採用されている。また、ミャンマーやイランでは、ライセンス生産が行われ、特にミャンマーは、BA シリーズとして国産化された。本銃の起源は、第二次世界大戦末期に、モーゼル社が設計した、機材06まで遡ることができる。これは、中間弾薬 7.92X33mm 弾を使用し、 MG42 と同じローラーロック式、ショートリコイル構えを採用した突撃銃であった。これを元にガスピストンを省いて、反動利用式とした改良型である機材06は、STG45 として、ドイツ国防軍に採用されたものの、量産前に終戦を迎えた。連合軍軍製機、モーゼル社はフランスに接収され、工場は、 フランス軍向けの銃器製作に使われた後に爆破、機械類はフランスに持ち去られた。同社で s t g 4 5の開発に携わっていたルートビヒ、ホルグリムラーとテオドール・レフラーは、まず、フランス東部のに移り、s t g 4 5を元にした小銃を開発したものの、第一次インドシナ戦争の勃発とともに、フランス軍が新型小銃の採用計画自体を撤回したことから、 1950年には、スペインのに転職して、開発を継続した。まずは特殊な軽量構造のセミ弾薬を使用する、試案が設計され、1952年、このセトメモデル2が、ベースとして採択されて開発が継続されることになった。独自の単焦弾というコンセプトは、結局受け入れられず、後に、西ドイツの H&K 社との協力のもと、7.62位。 X51mm ルナト o 弾の幻想弾を使用するセトメモデル A、続いて上層薬を使用するモデル B が開発された。1958年、スペインはこのナトウ弾を使用するモデル58セトメ小銃を正式採用した。一方、西ドイツも早くからセトメ小銃に着目していたものの、ナトウ弾に対応した設計変更に時間がかかっていたため、 まず1956年、ベルギーの FN フェルが G1 として採用された。しかしベルギーは、西ドイツ国内でのライセンス生産を拒否したことから、セトメ小銃の設計変更と国産化が急がれることになった。セトメモデル B をもとに、H&K 社が MD3 を開発し、1959年1月、ドイツ連邦軍はこれを G3 で正式化した。 G3 は H&K 社とラインメタル社で製造された。作動メカニズムには、ローラーロッキングによるディレードブローバック方式を採用している。操作上の難点として、断層交換の手間の多さがある。G41、MP5、10、MP5、40を除いて、ホールドオープン機構は持たない。そのため、これ以外のモデルでは、左手でボルトハンドルを引いて、 ゲール誕生部の溝に入れて、幽艇を交代位置で保持させ、断層を交換し、ボルトハンドルを叩き落として、幽艇を前進させるという手順を踏まなくてはならない。さらに、この手間を省くために、薬室内に弾を残したまま断層交換、タクティカルリロードすると、前進している幽艇やその付近に負担がかかり、損傷する恐れがあるため進められていない。そのため、 G3 系列を打つ時には、弾切れ時に素早く、ボルトハンドルを引ける、要、ボルトハンドルに、左手親指を乗せて構えるという射撃姿勢が取られる。ボルトハンドルを引くのに必要な力が大きく、操作性に難があるとされることがある。ボルトハンドルを引く際には、ボルトキャリアが直接引かれるために、ローラーの遅延機構は、射撃時のようには働けないものの、 他にロッキングレバーと呼ばれる強いバネ作用を持った部品がボルトヘッドとボルトキャリアを繋いでおり、このつながりを引き離して初めてローラーが引き込まれ、ボルトヘッドが交代できるようになる。ここに余分な力を要するのである。アッパーレシーバーに特殊なブッシングを溶接し、それによって重心を固定しているという構造上、重心交換には専用の設備を要する。 期間中である HK21 と HK23 は MG42 に近い重心交換機構を持つ。遅延式ブローバックの作動中に薬莢が薬室の内面に張り付いて固着することを防ぐために薬室には後半の約3分の1を除いて多数の溝が刻まれている。発射の際に高温、高圧の火薬燃焼ガスは薬莢を 内側から加圧して膨張させようとするが、薬室の溝に導かれた燃焼ガスの一部が、薬莢の外周にも作用して、薬莢の内外で圧力が拮抗する。結果として、薬莢の膨張、薬室との密着は溝がない薬室後半部分だけで起きることになる。しかし射撃を繰り返すと、大量のカーボンが薬室の溝辺に付着してしまうため、念入りに清掃する必要がある。 このカーボンは断層にも付着する。G3 は銃剣を銃身の下側ではなく上側に装着する方式をとっており、自動小銃としては珍しい方式である。銃剣は、ツバと一体となっている装着リングを銃身先端の小円基部に通り、柄交端の突起を、小生の下、コッキングチューブ先端部に差し込むことによって固定される。このように、 コッキングチューブ先端とボルトハンドルの間にはある程度の空間があり、後にはこの部分に挿入式に装着できるレーザーポインターもオプションとして開発されている。ドイツ連邦軍では G3 の後継として G36 が採用されているが、こちらの作動機構は AK-47 などと同じ標準的なガスピストン方式となっている。これは ローラーロッキングという特殊な閉鎖機構の関係上、ガスピストン式に比べて重量が重み、5.56mm 弾のような小口径高速弾とは相性が悪い上、高品質な材料を必要とすることが挙げられる。G3 で採用したローラーロッキング機構は、用途、口径によって多くのバリエーションを持つ。これらは3つのウェポンシステムグループに分けられる。 また G3 の機関部の設計をほぼそのまま流用して QX19mm パラベラム仕様として開発された短期感銃として MP5 シリーズがある G3 譲りの高い命中精度により短期感銃というカテゴリーの新たな可能性を切り開き多くの軍隊や法執行機関で使用されている1960年代 G3 の スケールダウンモデルとして 5.56X45mm ナトーダ弾を使用する H&K HK33 が設計された。G3 と同様 HK33 にも様々な派生型が存在する。MP5 は G3 をベースとして開発されたサブマシンガンである。ポルトガルのインデップ社が開発したインデップルサは MP5 を切り詰めたようなサブマシンガンである。 東京丸井から G3A3、電動は製造終了、現在エアコッキングのみ G3A4、現在は製造終了、HK51、第37回静岡ホビー賞限定商品。現在は製造終了、G3SG1、PSG-1、MC51 のほか、架空の極端縮モデルである。 G3SAS が発売されており、KSC からは HK33K、HK33A2、HK33A3、HK53、HK53A2SFPD が発売されている。突起事項があるもの以外はすべて電動ガンであり、KSC 製品はエアコッキングガンとしても使用可能。MP5 シリーズの遊戯銃については、 MP5 の当該項目を参照。また、2018年に LCT Airsoft より g 3 a 3が販売された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。